日立自動車交通のクラウンコンフォート級、藤田無線職藤田無線グループとは、かつて、東京都23特別区と武蔵野市、三鷹市を営業区域としていた、タクシー会社無線共同体である。もともとは、藤田観光自動車を中心としていたが、1995年に、同社は、国際自動車に吸収合併され、残った三社のみで構成された。 本拠地は、葛飾区金町にあった。2005年7月11日、日本交通と、業務提携。2006年1月、東京私鉄自動車共同組合との間で、締結していたチケット打艦協定を解除。2月いっぱいをもって、無線協組解散。業務提携により、すべて東京4社カラーとなっており、アンも日本交通のものに換装された。 その後、2019年1月になり、春駒交通は、日本交通に、タクシー事業の営業権を譲渡し、同盟で都内のタクシー事業と、菅尾パーキングエリア下り線の営業をする2社に、分割。11月16日にそのうち全社の練馬営業所が、同じく、日本交通グループの飛行練馬に統合された。また、同年8月26日に、ライオン交通が、 国際自動車に買収され、11月18日に国際自動車仕様で営業開始した。その後2020年9月18日に国際自動車の再編によって国際自動車に取り込まれる形で消滅。ありがとうございます。